なんかあれなんですよ、 YouTube 僕も見るのが好きで、 YouTube のまあいろんなやつを見てて、なんか人の食べてる姿っていいなって思ったんですよね。それで今回、まあ別に何か特別なことはしないんですけど、食べてる姿、本来の本当の日常を映せればいいかなと思って、今回ちょっとカメラ回してみました。じゃあ食べましょうか。お腹空いたね。うん、まず乾杯しましょう。乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、うまい。おいしい。じゃあ食っていこう。うん、いただきます。いただきます。まずパスタから食べようかな。パスタ、パスタどうかな、味が。いただきます。うん、うまい。うん、おいしい。おいしい。うん、ちょっと粉チーズ入れすぎたから大丈夫かな。うん、大丈夫、大丈夫。うん、うまいわ。うん、お寿司どれ食べるの。うん、とびっこ食べたい。これ。うん、料理使って。うん、いいよ、好きなの食べて。じゃあ、とびこ食べていい。ダメ。ん、なんで好きなもの食べていい。最近はね、もう自分が作るパスタが一番好きなんだよね。うん、でも本当に、なんかまあ食べに行っても美味しいっちゃ美味しいんだけど、うん、お腹いっぱい食べれて、うん、まあ美味しいパスタって言ったら家で食べる方が一番好きかな。うん、クリーム全部使ったの？ほぼ、うん、だってまあ2人分だから。まあまあ、お腹いっぱいになった。まあ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 全然、もっと食べるって言ったら食べれる。すごいよね、食欲は。うまい。ね。うまい、うまい。俺の得意料理、パスタ。ね。知ってる。翔ちゃんの得意料理なん？パスタ。真似したな。いや、得意料理で基準ないじゃない。その基準、あ、自分が思ってるってこと。どこからが得意料理か、なんか自分が美味しいと思えば得意料理っていう人もいるだろうし、うんうん、まあ作って簡単っていう人が得意料理っていう人もいるだろうから、別に得意料理の基準はないじゃん。美味しいが100点ではないわけでしょ、うん、だったら別にまあパスタでいいから。でいいかな。何でもいい。何でもいい。食べていいじゃん。うん。美味しそう。翔ちゃんの分ちゃんとあったでしょ。なんかさ、ラーメンとかもさ、うん、ちょっとずつさ、汁も飲んでいいと思うんだ俺、別に。でもラーメン絶対汁飲まない。でさ、なんか替え玉俺もするよ、替え玉するけどさ、うん、いや汁も一緒にさ飲んじゃうじゃん。そしたらさ、替え玉した時に汁なくなるじゃん。いやでも、いや全部飲み干して替え玉ください。もう麺だけとかはないじゃん、うん、ほんの少しだけでもさ、なんかほんの少しじゃ少ないんだよ。いやほんの少しって言い方あれだった。半分でもさ、うん、入ってんじゃん。でそれでなんかスープ出汁とかさ足せばさ
まだまだ生きたラーメンじゃん。でもなんか、いやそれでさ、その減った状態の段階でさ、そっちのスープで次食べたいとか言ってさ交代するからさ、俺の方に スープが少ねえやつが来てさ、え、だって別に翔ちゃんの方にまだスープたっぷりのやつが来てさ、え、じゃあ飲めば、いやだから嫌なの、嫌だなって、ラーメンも汁も飲みたいもん。いや飲むよ、うん、最後に、うん、アイコでしょ、アイコでしょ、イエーイ。美味しい。あんじゃん、まだ。うん、あるよ。なんかお腹いっぱいになってきちゃった。え、じゃあ食べるよ、俺。ダメ！ねえ。うん。お腹いっぱいになってきちゃったっていうことは、まだお腹いっぱいではなくて、もうすぐお腹いっぱいになりますよっていうことだね。いつも言う。言ってはないけど、俺がお腹いっぱいになってきちゃったって言ったら、あ、食べるよって言うけど、お腹いっぱいになってきちゃったってことはお腹いっぱいなんだっていう、なんか助けを求めてるとこはあるよね。うん、うん、助けを求めていない。何やってんの、お家だもん、俺掃除してんだから。あ、なんだよ、出た、なんだよ。最後にいつ掃除したの、あなた。覚えていない、うん、うん、え、でもやって、いつ、いつ、先週くらい、うん。